歯を競った者たちが世を去る中、蒙古孫権は一人気を吐く。彼は来るべき侵攻の時に備え、魏に対する軍備の増強を命じた。この動きを察知した魏は機先を制すべく東漢へと侵攻。しかし指揮に当たった諸葛丹の失策により大敗を喫する。一方、勢いを得た呉の孫権はこれを機として魏への侵攻を決断。大々的な軍を編成すると、敵地合肥新城へと軍を進めた。呉にとってはかつて敗北した地での雪辱戦、城を包囲するその陣容はまさに必勝を期したものであった。これに対すべく司馬懿は若き才を戦場へと向かわせる。司馬昭、大元気、そして先の汚名返上に燃える諸葛丹、魏の明日を担う俊英たちは蒙古の包囲を打ち破れるか。長殿は合肥新城の防備の要、急いで本陣の援護に向かいましょう。一人が現れると面白い。わしが相手になってやる。こちらの敵は俺が抑え、さっさと城内の満朝殿の救援に向かえ。なんという武勇。敵将討ち取った。もはやここまでか。その調子。ダメだ、どうしようもねえ。本陣の満朝殿が危ないみたい。早く合流しないと。加勢してくださると助かりました。
危機を救いに行きましょう。ながらお見事な武勇。さて、無断もありません。その首もらい受ける。いざ。どこで読み違った。さすがにまずい。箱に乗れ。花井八つに撃たれよ。一人で来たが、この度胸だけは認めよう。よし。何をする。今は引こう。だが次に会うときはもうはいかんぞ。敵将討ち取った。これ以上は持たぬか。一人か。武士は無謀すぎる。城内に入って味方の救援に回るぜ。みんな力を貸してくれ。なあ頼む。俺たちは南の敵に向かうぞ。みんな力を貸してくれ。行くぜ。敵は増援の足並みも揃えられんか。よし、増援は切り捨てず敵本陣を落とすぞ。敵は負けない。一人ですか。随分と自信があるのですね。あるね。一人でこんなところまで来た。本当に仕方のない人。おお、すげえ、ギャフルの活躍だ。
ちが躍動する前に引くぞ。おいしい。お、結構やるな。城の危機は去った。諸葛一族の名に恥じぬ働きができたな。